加藤さん、はい、加藤さんお伺いいたします、まあ、原作誰もが知るというこの花壇、皆さんの期待も大きいと思うんですけども、まあ、初のミュージカル化なんでミュージカルの牧野つくしはここを見てほしいという点がございましたらですね、まあ、正面に見ていただいてミュージカルだからこそこの牧野つくしを見てほしいというポイントを教えてください。そうですね、やっぱりその牧野つくしちゃんの強さだったりとか芯の強さも見てほしいんですけど、ミュージカルならではということで、その心情だったりとかを歌で表現しているので、そのセリフで言葉で出さない分その歌に心情が乗ってたりするので、そこを見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあF4 といえば、まあ、イケメンの代名詞ですけど、はい、それに選ばれるっていうのはどういう気持ちですか？私選ばれる、そうですね、イケメン、いや、やっぱりちょっと恥ずかしいですね。イケメンという言葉は慣れないです、ね、でも、はい、イケメンぶりは出してそうですね、イケメンぶりを出そうと思って出してるわけではないですけども、決して溢れ出てるってことです、はい、溢れ出ちゃうんですかね出てるよ、はい、出てるよ。マキノさんどうですか？振り切ってやらないといけないなと思って頑張ります。イケメンを振り切るって、はい、白さんどうですか？そうですね、まあイケメン、まあ、見え方的にね、かっこよくもちろん、したいとは思ってますけど、はい、白いしね、まあ、そう、白いから頑張ります白でいらっしゃいますよね。本当ですか？うん、それは良かったです。今、どんでんか、ちょっと日焼けしたかなと思ってたんで良かったです、はい、さん、はい、そうですね、いやもう何ですかね、とりあえずプレッシャーでとにかくパックを積極的にするようになりました。プレッシャーで本当にしてるんで、そんなには、まあ、なんか気がついた時にこうパックするようになりましたね。炭酸パックっていうやつ。小肌の調子は変わったんですか？そんなに自覚はないですね。ただ気持ち的にこうなんか、あ、俺綺麗になったっていう感じでこう F4 を挑むために、そういう感じのことをやってます、はい、マダムキラーということで何か役作りはしましたか？あ、マダムにやっぱり話は聞きましたね。あの年下の男の子どうですかっていう話を聞いて、でやっぱりこうなんかその年上の人にやってもらうよりこうなんか倍嬉しいってことをおっしゃってて、なんかこう例えばジュース買ってくれただけでもこう嬉しいってことをおっしゃって、あ、なるほどなって、そういうなんか積極的な部分っていうところがいいんだろうなっていうことを思いましたね。今回は静かみもできそうですか？したいですけどね、静かに、はい、そして皆さんのイケメンということで、はい、それぞれのイケメンのポイントを短く一言ずつアピールしてください。富永さん、あ、はい、そう、イケメンの、ま、自分のここがイケメンですね、イケメンポイント、そうですね、やっぱりハートですかね、まだ残ってくるはい、頑張ります。自分イケメンポイント、イケメンポイント、空気感で、はい、それは見に来てもらって感じ取っていただける、そうですね、道明寺的にはまあやっぱつくしに対するやっぱ一途な思いじゃないけど、ちょっと不器用なところありますけど、まあその不器用さも含めて、まあ道明寺のイケメンポイントかなと思います。髪の毛もくるっと押してます。そうですね、そこもすごい大事です。すごい、今日もすごい時間かかりました。はい、マキュさん、西加藤的にはなんだろう、中分けか、中分けですね。髪の毛、プレイボーイということですけど、はい、実際は自分にそういうところってありますか？プレイボーイ、どうだろう、悩んでる時間がちょっと怖い。何が出てくるの？今はお仕事に集中したいと思います。加藤さんは男性4人にいつも素敵な男性4人に囲まれて過ごしているこの時間はいかがでしょう？暑いね。暑いんですか？いや、どうでしょうね。そうですね。どうですか？でもその皆さん優しいので。F4 の中で、はい、おこれちょっとでも僕らもね、先生役まさかとかやるんで絶対ここに来ないですから、ね、
りづらい。じゃあ、ね、ことさん、それだけ答えて、そろそろ気になる。それだけ答えて、それだけ答えて、それだけ答えて、はい、ちょっと聞きたいけど、はい、気になるよね。F4 だね。僕らじゃなくて F4 だね。F4 でね。F4 原作の。そうですね。F4 だったら、どういう字。これ俺が買ったということでいい、はい、ということで、うまくまとまったところで、そろそろ皆さん、ゲネプロの準備をお願いいたします。